それでは今回のゲストをご紹介させていただきます。国内大手証券会社を経て金融情報会社株式担当アナリストとして機関投資家向けにデリバティブ市場のリアルタイムコメントを配信、現在は独立し日経 CNBC のコメンテーターやマネー誌各種セミナー講師として活躍されている岡村優也さんです。岡村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、普段はね、僕が久保田さんに尋ねることが多いですけど、はい、今日は本日は講師を抱えてということで、講師交代で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、年初からの相場の振り返りと2016年後半の相場動向の予想および注目すべきポイントについてお伺いしていきたいと思います。またボラティリティがですね、非常に大きく、まあ、昨年までと違っている相場が続いているといったところなんですけれども、うん、まず今年1月から5月に、株式市場に大きな影響を与えてきたですね、トピックス、どんなものがありましたでしょうか。まずはやっぱり原油だと思いますね、はい、当たり前なんですけど原油がすごい下がったと、うん、これに出てるように原油の、2番底みたいになっているところのタイミングっていうのが、うん、ほぼ完璧に、ヨーロッパの銀行株が戻し始めたタイミング、うん、まあ、ドイツ銀行とかも、ドイツ銀行初の信用不安がとかって言われたじゃないですか、うん、はい、まあ、そういったものたちも一気に立ち直り始めたのが原油の 2番目の底から切り返す過程で立ち直り始めて、うん、あとアメリカのハイイールド債の、うん、ETF なんかも、うん、外資系証券なんかは算出して公表してますけど、うん、あれのいわゆるその利回りが高くなっている状態が、うん、まあ、危険だとすれば、うん、ハイイード債の ETF の利回りが 10% に到達したとも、うん、その危険水域に来るかっていうところが2月の11日かなんかあったと思うんですけど、うん、これも原油の先物のそこの2番底と同じタイミング、うん、で日経金の今年の一応安値も2月の12日ですよね、うん、まあ、そういう意味では最近ちょっと良くなってきてるというか、まあ、安定してきてるのは、まあ、原油が下がってないからだよねと。でそれに紐づいて、まあ、いろんなこう市場参加者が想像を駆り立てるわけですけど、まあ、その、オイルマネーが逃げるんじゃないかとかね、そういったものの話が、まあ、売りの口実にできなくなってくると、まあ、そういったところがね、まあ、今の落ち着きには背景としてはあるのかなというところはあるんですけど、ただやっぱり日経平均も全然上がらないじゃないですか、はい、このところね、まあ、1万7000円手前で重たくなって、うん、1万7000円手前で重たくなっていて、はい、まあ、そのこれからね景気良くするためには財政出動をね、うん、ドカンととか、もう一発バズーカ3をね、うん、来るんじゃないかとかね、まあ、いろいろ市場には期待があるわけですよ、うん、はい、絶対期待してるのに、うん、期待しててこの値段っていうのがポイントだと思いますね、うん、その、うん、あまりにももしそれがなければ多分市場は今つけてるような日経平均の値段をつけてないと思うんですね、うんうん、でやっぱりあれだけ華々しくアベノミクスっていうものが始まって3年経った結果をもうみんなが目の当たりにして、うん、やっぱりそのそれのなんていうんですかね、もう一回やり直しみたいな形のものが出てくることに対する期待値が高まらないのが、うん、その今の根本的な日本株を買いたくない、だから異常に売買も細っているというところにも現れているなというところが一つと、あとはやっぱりね S&P500、 これのチャートが物語っていることなんかもあると思うんですよね、はい、今ちょっと S&P500 のチャートを出したところなんですけれども、うん、まあ、2015年にかけてですね大きく上昇した後、まあ、昨年のチャイナショックがね一つきっかけになったのかなというところでして、そうです、大きく下落した後、まあ、今回また戻してますけれども、うん、なかなかこう2100ポイントのね、その通りです、超えられないというところですかね。SP500 っていうのはもう年足チャートみたいなもので長く見れば、うん、アメリカの株式市場っていうのは長期で保有する価値がある市場だなっていうのは誰が見ても分かるようなチャートを描いてるわけですね、はい、で、まあ、実際その2013年も過去最高値を更新するみたいな、2014年も過去最高値を更新する、うん、2015年も過去最高値を何度か更新してたと、うん、で2015年のその5月の21日っていう日が過去最高値を最後に更新した日なんですよ、うん、で現在に至るまで、うん、近づくんですけど、うん、ちょうど僕は去年の5月21日だから1年間朝起きたらテレビ見たらね、
過去最高値更新しました S&P500 はっていうものを見てない状態を1年間今続けてると、これはすごい変化だと思いますね。で特にあの日本と違って、まあ、アメリカっていうのはあの株主還元の仕方っていうので自社株買いに偏らせるっていうのが、まあ、それはあの経営者の税金面とかの理由もあるんですけど、それがまあ主流であって、でその自社株買い自体があのその国の1年間の買い越しの中でもいわゆるその日本でいう事業法人っていうところの買い越しが一番になると、そういう国の市場なんで、ある程度その自社株を買うっていう行動とか、それによる不動株の減少みたいなものの需給効果みたいなものを反映したのが SP500 だと思います。それも引き続きありながらも上値を超えられなくなっていると。でこれはやっぱりその最近のまあ金融政策の方針転換によって、まあいろんなヘッジファンドが例えばその運用成績悪化させて規模が縮小された投資家の資金が抜けたとか、あと例えばヘッジファンドの中では手数料を下げるとか、あの法外な報酬をもらえなくなるとか、そのメインの投資家たちの中で絶対的な変化が起きてて、そのフローが規模が縮小していると、これなんかの、まあ、いい表れじゃないかなっていうところがありますね。まあアメリカはね今ちょっと利上げ傾向に転じてきたというところですし、まあ一方でね日本市場はまだまだ黒田さん量的緩和マイナス金利を拡大するということで、まあ先ほどの話で言うとねちょっとこうじゃあ市場はまだこう日銀に対して期待しているのかどうかといったところがまあポイントの一つになるのかなというところなんですけども、そちらの方でちょっと注目されているのが日経平均のボラティティインデックスに岡村さん注目されているということですね。そうですね、まあ、日経平均ボラティティインデックスから言えることっていうのがなんかあるんですね、はい、でそのまあ、あのボラティティインデックスっていうのは、まあ、アメリカのビックスみたいなもんなんですね、その先行きに不安を抱える投資家が増えてくる、まあ、不安になると、まあ、上がるみたいな形で言うと、まあ、特にその指数が下げるとあのこのボラティティインデックス上がるっていう、まあ、基本的な性質があるんですね。で、この赤で囲んでるとこっていうのは全部あの今年に入ってからの日銀の金融政策決定会合の日なんですね、はい、で本来であればあの1月29日にボラティティインデックス急降下してるじゃないですか、これあのマイナス金利を導入して市場が非常に乱高下した日ですよね。その通りです、はい、でマイナス金利何それと、しないって言ってたじゃん、で実際株価も、まあ、乱高下しましたけど、上がって暴落しましたけど、でもその指数は急落しましたと、でもそれと伴って一緒にボラティティインデックスが下がってるっていうことは、急落してるってことは、あのやっぱりどう出るかわからないっていうものを黒田総裁が常にその手前でわからなくさせる、で実際その常にサプライズを発生させるっていう傾向がこれまであるんで、その手前に多くの投資家はある程度今持ってるポジションに対するヘッジをかけると、それはその追加緩和が出るかもしれないっていうことに対する買いヘッジなり、その市場にこう見放すようなものに出るかもしれないという売りヘッジなりをこうかける形で市場は準備すると、それがあの、まあ、結果を見ることによって、あのヘッジを外すような形で、あの市場に落ち着きをもたらすみたいなのが繰り返されてる。これで面白いのはね、4月28日、現状維持を発表した日も同じく、まあ、陰性になっているといったところですから、まあ、逆に言うとそのイベント自体がこうボラティティインデックスをまあ引き上げる方向になっているということですね。そうですね、だからやっぱりこれからまあ6月も日銀会合ありますけど、日本の中でのその投資家がいろんな思惑をこう働きかけるとすれば、もうこれしかないですね。もう決算発表シーズン、例えばトヨタの決算がいくらになるかとかね、そういう話ではなく、もう今完全にその日銀の動向に市場はトレードチャンスを見出して、まあ、東京時間内では最大に見出しているということはいると思いますね。で同じあのボラティティインデックスで、まあ、このビックス指数というこの海外の方の指数の方にも注目されているということなんですけども、こちらからどういったことが言えるんでしょうか。これはね2013年ぐらいからですね、はい、まあ、2014年の頭ぐらいからって感じですかね。1年間14年15年16年と出てまして、16年今ビックスっていうのは15ぐらいの水準でね、 15% ぐらいの水準で、まあ、ちょっと揉み合ってる状態ですと、はい、これ今5月なんですけど、やっぱりね去年もね、まあ、いわゆるセルインメイと言われがちな5月にかけて、ビックスっていうのはその低水準を維持したと、その前の年もそうなんですよね、5月にかけてビックス指数っていうのは低下したと、でやっぱり
一回このビックス指数が跳ね上がってるのが大体夏場に、うん、あの2014年については、うん、まあ、20% に近づくぐらいのもんでしたけど、うん、2015年のその8月に向けたところはまあ、うん、ちょっと、まあ、いわゆるチャイナショックですよね。そうですね、はい、あの目を追うような光景だったんですけどね、うん、やっぱりそういう思うとビックスが低いっていうのは、うん、これは日本のそのボラティリティインデックスもそうだと思うんですけど、うん、落ち着いてますねと、うん、だからあの相場も安定しそうですっていうよりは、うん、その落ち着いてるってことは、これが例えばVIXがね、これまで見たことない10を切るみたいなことを起こすにかけるか、ここまで過去で見ても低水準に底張ってるってことは、それが上がるってかけるかってなった時には、やっぱり上がるってものに備える必要は絶対 今はあって、で上がる時はあのほぼ確実にあのVIXを構成するその S&P500 は急落していると。ってことはやっぱりその急落っていうものに備えないといけないっていう、まあ、いつ来るか分かんないですけどね、うん、そういうところは一応あるとは思います、うん、であのまあ前向きに見ようと思えば、うん、いろんな切り口からね、日経金の PR が14倍ちょっと今下回ってるぐらいなんで、うん、決算出尽くしまして、うん、あの PR 計算する EPS はね上がりましたと、うん、でそれに15倍かければ1万8000円ぐらいになりますと、うん、1万8000円ぐらいまでいくんじゃないかとか言いようはあるんですけど、うんうん、ただそのなんていうんですかね、 PR のその水準を見ながらトレードしてる人が、まあ、日本にどれぐらいいるかっていうのはまあもちろん一つあるのと、あとはやっぱり残像として2015年8月に日本は日経金は2万900円台っていう高値をつけたんですよね。で、あのやっぱり去年あの今年の最近の決算の発表の中でトヨタ昭夫社長の言った言葉はすごく僕大事だと思ってて、あのなんていうんですかね、決算の数字がまあ見通しは4割減益で営業利益になりますと。で去年までは円安の追い風を受けた追い風参考記録だったと、去年までの業績はね。で実際トヨタの株価だって去年のその一番いい時って8000円台だったものが今5000円台止まってますけど、その日本の日経金2万900円という残像は一回追い風参考記録と思ってね、うん、あの消してフラットに見て考えた方がいいんじゃないかな、まあ、先ほど言ったね日経金の EPS も、うん、まあ、所詮為替次第という、ね、見方もできないことはないですから、まあ、単純にね足元の、まあ、PR が低いからといって、まあ、為替の変動景気としてまあ下がる可能性もありますから、こ、うん、ちらとちょっと注意をしておく必要があるといったところですかね。ちょっと最後もう一点ね、はい、確かにアベノミクス相場始まってから日本の日経金の PR のレンジをね、メインなレンジっていうのは13倍から16倍、13倍になると何か買われる、16倍になると何か売られるっていうのを続けてますと。ただアベノミクスが始まる前2011年のメインレンジは下が11倍、上が13倍、13倍が上限だったんですよ。今がアベノミクスの期間中ですかねみたいなところはね、何となくあるんですよね。そのそこに対して市場が非常に期待している外国人投資家もそこに期待をかけているとすれば、そのアベノミクス期間中のレンジで見れるかもしれないけど、もし仮にその手前のレンジでいくと13倍が上限とすれば、今の EPS から置き直せば、まあ、1万5500円ぐらい、っていう見方もできなくはないわけでね、うん、まあ、そこは、まあ、世界的に、ね、今中央銀行が資産の改良をしているという面がありまして、うん、まあ、株式にかかわらず、ね、債券市場にしても、まあ、不動産市場にしても、ね、うん、過去に比べると非常に高い水準を維持されているというところですから、まあ、現状 その、まあ、アベノミクス前と比較して高い水準というのはやっぱりこうその現状の政策が継続するという前提に立たないと、うん、なかなか維持できないというところでしょうかね。そうです、はい。あともう一点ね、その、まあ、個人投資家を中心に、まあ、こういった新興市場に流れている要因の一つとして、うん、HFT の要因もあるといったことを、まあ、指摘されてますね、はい。2010年にアローヘッドっていうものが導入されて、うん、まあ、そこからその下に通常発注注文の流れ数ミリ秒、まあ、これは皆さんが普通にネット証券で発注してボタンを押して、うん、で板に反映されるまでにもう数ミリ秒なんで、もう何の問題もなくもう超早く入ると、うんうん、はい、それで OK だったんだけども、うん、まあ、そのより早いサービスを当初は設けていて、その下のコロケーションサービス 4.7 マイクロ秒、うん、まああのまあ、目に負えない速さのサービスもあります。それは上の画面でいうコロケーションエリアってとこありますよね、うん、あそこにサーバーを置いてそこから注文すれば売買系システムに今一番近く届きますと、うん、
普通の投資家は一番左のところから、うん、あの証券会社を通って、うん、アクセス、何ていうんですかね、機関リング網ってところをたどりながら売買系システム、それでも早いけどもっと早いのがありますと、うん、そのもっと早いものの注文比率が異常に上がってるってことを、うん、まあ、いろんなメディアとかね、まあ、の記事見ても、うん、7割がね、薬場全東証の薬場全体の7割がこのコロケーションから、まあ、つまり HFT って言われるんです、うん、HFT から、できているとかって見ると、うん、ちょっと待ってよと、うん、例えば東証一部の売買代金2兆円って言ってるけど、うん、1兆4千億円ぐらいは HFT がやってて、うん、人がやってるの6千億円ぐらいっぽいぞと、うん、もう誰でも気づくわけですよね、うん、でそうなってくるといろんなことが、あ、このパターンでそういう動きあったなっていうのが出てくるわけですよね。例えば最近、まあ普通に言葉になった決算プレイ、まあ、場中に決算発表しましたと、この決算の数字が営業利益でこれよりも良ければ自分は買おうって準備して、もう誰よりも早く買えたと思っても、多分それより早くより有利な、まあ、値段で買った人がいたんだろうと、うん、それよりも自分は遅く買ったってことがもうあからさまで分かるような変化をするわけですよね、あ、もう嫌じゃんってなるわけですよ、うん、でそれからだんだん、じゃあ自分はどこでその戦っていけばいいかってなった時にたどり着くところで、本当に新興市場に行ったことはもう大正解だったと思いますね、うん、もう本当に新興市場の銘柄で、まあ、悪い習慣だとは思うんですけど、今リリースを多発する企業が多くなっていると、うん、少々のちょっとこの研究会に参加しますとごときでもリリース出すと、うん、フィンテック関連なんとかに出ますとか、うん、でもやっぱりそれがリリースされたものに対していち早く自分が買いに向かった時に、やっぱりアルゴリズムが言葉に反応するにしても、うん、民泊とかね、うん、IoT とか、うん、そういったものに反応できてないと、うん、だったら自分らが一番有利な値段でいけて、うん、かつ自分らが盛り上げれば、うん、それに対して流動性が急に高まって、その板が変化したことによって、うん、自分たちの後に HFT 含めたアルゴリズムの注文が来てくれれば、うん、自分たちが HFT を利用するような形のトレードができるわけですよね、うん、そういう意味でTwitter とかも普及して、その情報を得る速さも速くなって、うん、でそれがその新興市場にたどり着いて、まあ、そういう投資家を、うん、投資をする人が増えたっていうのは大正解で、うんうん、まあ、こういった状況が、まあ、個人投資家が、まあ、時間軸で勝てる、まあ、新興市場に行ってきて、うん、そちらの方が今のところ正解といったところで、ね、でもそれがこのちょっとエスカレートしましたですね、はい、まあ、ちょっとした、はい、まあ、バブルチックなものを、ね、はい、生んでるのは、まあ、ご愛嬌みたいなところあるかもしれないですけどね、うん、まあ、そういった環境下でね、まあ、今後の投資手法については第3部の方でお伺いしていきたいと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。第2話は以上となります。ありがとうございました。